素敵。これから出発するぞ。今からベトナムに行くぜ。全泊だけどね。全泊ですけどね。全泊だからなんか変な感じだけど、とにかくこれから成田空港に LCC に乗るために向かうところで今バスを待っております。天気はいいな、寒いけどね、うん、これから灼熱のベトナムに飛ぶわけでございます。楽しみですね、はい、バスが来たよ、乗ります。ありがとう。さあ、いよいよ空港に来ました。さあ、どんな旅になりますか。いや、Rカウント OKQ。 いや、空港に来たっぽいな。来たのか ね、ね、見てください、バーッと長いよ。えらい長かったね。並んだね。すごい並んだ。でもまああんだけ並んでて、うん、なんか活気が出てきたね。本当ね。いや、空港のこの香りがね、すごい久しぶりで。シャッターがいっぱい閉まってる。そうね。はい、あ、飛行機に乗ります。これから。到着して今ですね、ホテルで金本さんと合流しましてですね、よかった、金本さんありがとうございます。もう、ね、入国審査が、うん、めちゃくちゃ並んでてですね、多分3000人ぐらい並んでたんじゃないの。まあ1時間以上かかって入国審査を終えてですね、もうその間金本さんずっと待っててもらって、もう申し訳なかった、申し訳なかった。しかも暑いんだよ、ここ、ね、暑い。日本はマイナスの世界からいきなり、そう、しかも今日ってことは寒かったから、ね、そうなんだ。来るね、さすがに運転がすごいですよ、いいですね、懐かしい、はあ、やっと着いたね、よかった。どうですか小杉さん。いや、本当やっと着いた。小杉さんバースデーですから今日は。そうなのよ、おめでとう。私今日誕生日なの。私おめでとう。すごいよ、なんということでしょう。あ、はい、金松さんでございます。あ、どうも、はい、ヒーラーもね、お世話になってます、いつもいつも。本当にいやー、やっとたどり着いてよかったぜ。安心した。安心した。はい、うーん、よかった。どうなることかと思いましたけども、まあ、今空港を出て、ホーチミンの町に向かいます。部屋に到着です。見てください、これドアの木がすごい、さすがベトナム。これモジャクに聞いてみよう、アカシアの木なのかな、すごい木なんですよ。そしてこういう風に展開していくと
ですよ。見てください、この景色。やばー。何これ。すごいね。あそこが中心街で、川があるんですよね。こっちはほら、高層ビル。川大きいね。高層ビルがあってですね、前が空き地になってるから、すごく見渡しがいい部屋で。すごいんですよ。日差しがすごい強いよ。こっちも窓があって、はい。こんな感じでブラインドになってる。これ角度を変えると、きっと上がったりするんじゃないかな。上がった。こんな風にね、開けることもできるよということで、ここにもこんなね、作業デスクみたいなテーブルがあって、1万板ですごいことになって、すごいしつらいが、そしてこの椅子までかっこいい、冷蔵庫もあり、そしてここにはテレビカウンターなど、この木だって見て、やっぱベトナムってすごいな。我が家に欲しい。これホテルの部屋ですからね。窓は大きい窓が2つあり、テレビ、見ないテレビがありまして、そしてこのね、椅子もここでくつろげる。いいね。すごいいい部屋だよ。もう明るくて開放的。そしてこっちがおトイレ、洗面エリアでございます。ここの木も見て、すごいことになっちゃいますが、はい。このタイルも素敵だね。かわいい。で、こっちも。窓があって、浴槽も大きな浴槽だよ。で、こっちシャワーがですね、入っていくと天井シャワーもついていたよ。ほら、はい、水圧はですね、中の中ぐらいでした。そしてこっちがお手洗い、綺麗なお手洗いです。よし、そしてね、なんていうの、ベッドヘッドにもこの板があって、すごいよこれ。この部屋に、今回は滞在してまいります。あ、これ照明、あ、ほんといかにもこれベトナムテイストだ。素晴らしい、そう、素晴らしい、ほんとだ、可愛らしい。フリーズのフリーズ、そうです。ここで、ちょっとお世話になるよということでございます。素晴らしい部屋をブッキングできました。いやー、これはね、借りてみないとわからないですからね、はい、こういう大きいクローゼットも素晴らしい部屋となっております。ここからお届けします。お楽しみに。わー、すごいです。すごいな。